あの子誰かしら。見かけない子ね。でも綺麗な子ね。はあ、おいそこの生徒。こんな時間まで出歩いていないで早く女子寮に戻れ。近頃敷地内に変質者が出る話は聞いているだろう。あ、はい。ん？お前もしかして。新しい転入生か。はい。痴漢や覗きが出るらしい。気をつけろよ。ありがとうございます。って、なんで誰も僕だって気づかないんだよ。もう止まらない胸に抱いた僕らの幻想消えない朝に怯えていても時が無情に過ぎてくだけ進めよあるがまま今こそ響いてゆく。もうここにはいられない。風も切ってゆけ、生きてゆけ、飛竜のごとく始まりが満ちるまま伝説になれ。解き放ってゆけ、飛んでゆけ、命も耐えらせて選ばれしも敷地内の警備強化ですか？ああ、近頃変質者が出るとの噂でね。国内ではラグナレクとやらの存在も問題らしいのに困ったものだよ。ラグナレク。俺はな、この新王国のためにそいつと戦ってやろうというのだ。君があの男を倒したせいじゃないさ。それに他にもラグナレクに対抗できるドラグナイトを私は知っているよ。それってセレスティア・ラルグリス、四大貴族の御令嬢で学園最強の3年生。イエス、もうじき王都から帰ってきます。でも噂だと確かその人、すっごい男嫌いなんだよね。僕はその人に話があるのに。ま、それはその時さ。でもそれより学園の見回りには協力してくれるかい？はい、僕でよければもちろん。ありがとう。じゃあ早速。イエス。え？シャリス、早く。え？観念したまえ。おとなしくしてればすぐに済む。え？これってまさか、やめてー！はぁ、おとりのためとはいえ、まさかこんなことになるなんて。でもどんな人なんだろう。学園最強の先輩って。お？ですからあの時は私だけが王都に残るべきだと言ったのです。我ながらいい判断だったと思う。誰だろう。ですが本当にみんな帰国してしまうなんて想定外でした。いえ、もちろんちっとも辛くないんですけど。あの人猫に話しかけてる。話はまだ。しかも逃げられてるし。ちょっと待ってください。誰なんだろうあの人は。ん？あれ？うわ！しまった。こいつが不審者。それは認めません。私の判断は不許可です。
武器を捨て降伏することを許可します。あなたに拒否権はありません。危ない。大丈夫ですか？え、平気です。それより先輩は？私は無事です。すぐ医務室へ。上着を脱いでください。早く手当てしないと。しまった、僕まだ女装したまんまじゃないか。傷が残ったら大変ですから、早くしてください。後ろからでいいですか？さあ、これで大丈夫です。痛くありませんか？大丈夫です、ありがとうございます。結構筋肉ありますね。剣が得意なのですか？女の子に失礼しました。いえ、そういえば先輩、さっき猫と話していませんでしたか？見ていたのですか？忘れてください、あれは気のせいです。あ、そんなつもりじゃ。決して私に話し相手がいなかったとか、友達がいないとか、そういうわけでは全然ありませんので。わかりました。怪我が軽くて何よりです。ですが無茶はやめてください。後輩を守るのは私の務めなのですから。でも先輩が無事でよかったです。いけない子ですね、あなたは。そういえばあなたの顔は初めて見ますが。ルノって言います。私はセリス、セリスティア・ラルグリスと申します。またお話ししてください。あなたのこと気に入ってしまいました。セリスティア、あの人が学園最強、すごい男嫌いの。ルクス。あ、すいません。まだ昼だぞ、疲れてるのか？いえ、昨晩見回りでちょっと。そう、残念ね。私は今日もあなたに勉強を教えたかったのだけど。ルルスフォー、それとも気分転換に休んで、たまには二人で出かけてみる？僕はまだ。おい、何をイチャイチャしてる。恋人のフリはもう終わったはずだろ。あら、そうだったかしら。おっとぼけないで手を離せ。そちらこそ、ルクス君が痛がっているのかわからないの？お前こそルクスが迷惑がってるのがわからんのか。みんなに見られてるんですけど。シアノなのかしら。お前は助けに来てくれたのか。さすがは我が盟友だ。何、今度はあの小僧に遅れを取ることなどない。我が領地の財産で貴公から新たな武器を仕入れよう。それで、何を？なぜだ？なぜ俺を見捨てる？俺にそのラグラネクの種を。決めた。ラグナレクの討伐の件もあるし、やっぱりセリス先輩と一度話をしてみないと。大変だ、ウルクチ。だからルクスの編入に問題はないと言っている。今さら対抗なんてできるわけないだろう。ティルファ連れてきたよ。よし、みんな道を開けたまえ。私が不在の時に決められたことです。例外を認めればこの学園の存在意義に関わります。この分からずやめ！失礼します。ルクス君。あなたがルクス・アーカディアですね。はじめまして、セリスティア・ラルグリスです。はい、はじめまして。私の留守中に学園の危機を救っていただいたことは感謝します。ですが男性のあなたは本来ここにいるべき存在ではありません。
待て、ルクスがここにいなければアビスや反乱軍の脅威はどうする。平気です。危険な任務は私一人で何とかします。他の男性の力を借りる必要はありませんから。待ってください。そのことで僕からお願いがあります。バルゼリット教が行うはずだったラグナレクの討伐に僕も参加させてください。ルクス、新王国の脅威はあなたには関係ないことです。ラグナレクが復活したら私一人で戦います。では僕はまだ学園をされません。あなたの強さは聞いています。でもラグナレクは強敵です。あなた一人に危険を押し付けるわけにはいきません。話を聞いていただけないのですか。私はあなたを認める気など。二人ともちょっと落ち着きなさい。まとめると、ルクス君は学園に残ってラグナレク討伐に協力したい。はい。セリスさんはルクス君に学園を出て行ってほしい。そういうことよね。でも生徒たちの意見も割れているのよ。だからこの件は二人の勝負で決着をつけない。え、どういう意味でしょうか。3日後リエス島で騎士団の強化合宿を予定しているわ。そこで彼の実力を見て勝負した後、彼を認めるかどうか決めてほしいの。おじけづいたか、伯爵令嬢。私はもちろんルクスの勝ちにかけるぞ。わかりました。ではリエス島で。失礼します。私に勝てるなどとは思わないことです。セリス先輩、行きましょう。サニア、セリス姉様、今日はありがとうございました。この学園の規範を取り戻すために。彼を追い出すよう掛け合ってくれて。気にしないでください、サニア。彼を戦いから遠ざけたいのは私も同じ気持ちですから。はい、おやすみなさい、セリス姉様。因果なものです。私と彼がこうして戦うことになってしまうなんて。ですが私にはこうすることしかできません。彼と学園を守るためにはこれしかないんです。私は間違っていませんよね、ウェイド先生。全員船から降りたな。はい。では早速訓練を開始する。わー、いきなり訓練。初日くらい休みましょうよ。今日は軽めです。私たちはあくまで訓練に来たわけですから。ルックス、負けるなよ。あの女の軽めは相当にハードだぞ。わかりました。あの場所は確か。おいルックス、何をぼーっとしている。置いてかれるぞ。あ、はい。まずは素振り100回。はい。甘い、もっと鋭く打ち込みなさい。はい。もう一度。はあ、死ぬかと思ったぞ。でもすごかったですね、セリス先輩。訓練の量も人一倍多くて。そうね、彼女はいつもあんな感じよ。人の何倍も平然と努力して、真面目すぎて、強くて、でもずっと何か思い詰めているような。そうなんだ。さてと、部屋に戻って休むとしよう。あ、待ってください。ん？例の着替え返す暇がなかったので。これ、わざわざ島まで持ってくるなんて君も律儀だね。よし、それは君にプレゼントしてあげよう。いりませんってば。つまんないの。イエス、お似合いだと思ったのですが。もう絶対に嫌です。そこのあなた、ちょっと来てくれない？急用があるの。僕ですか？そのマッサージを頼まれてきたんですけど。入ってください。失礼します。あ、裸？セリス先輩、どうかしましたか？いえ、何でもありません。どうしてここに先輩が。男嫌いの先輩が僕に頼むはずないし。
早速ですがお願いします。はい。ありがとうございました。着替えたいので部屋のランプをつけてもらえませんか。あの、もう失礼します。お礼くらい言わせてください。ま、待ってください。まだ心の準備が。ありがとう。どうしたのですか。あ、そのルーノ、あなただったのですか。また会えて嬉しいです。怪我は平気ですか。あなたも合宿に来ていたのですね。せっかくですので少しお話でも。いえ、ちょっと僕じゃなくて私、用があって。そうですか、残念です。では明日の休息時間にでも私と出かけていただけないでしょうか。え、でもそれは。やはり嫌でしょうか。いいえ、大丈夫です。ありがとうございます、ルノ。では明日のお昼過ぎに合宿所の前で。はい、それじゃあ失礼します。ああ、待ってください。え、これは誰かの落とし物でしょうか。え、それはルノのだったのですか。綺麗なソードデバイスですね。はい、大切にしてくださいね。はい、ありがとうございます。失礼します。そこで何をしているんですか。あ、見ない顔ですね。どなたか詳しく聞かせてもらっても。あ、その逃げても無駄です。待ちなさい。そこまでにしてもらえるかしら。私は彼女に用があるの。クルルシファーですか。横槍とはあなたにしては礼儀知らずですね。あなたこそさっきから部屋の前でコソコソしていたようだけど、何をしていたか聞かせてもらえるかしら。失礼します。行きましょう、ルクス君。ありがとう、クルルシファーさん。やっぱり僕だって気づいてた。当然よ。私が大切なあなたのことを見間違えるはずないでしょう。それより気をつけて。さっきの彼女サニア・レミストがセリス先輩を焚きつけてあなたを学園から追い出そうとしているらしいわ。ルーちゃん、おはよう。フィーちゃん、待って、ここは女子寮じゃなくて合宿所だよ。って寝ぼけてる。ルーちゃん、ギューってする。え、こうしてあげると元気出るって私のお母さんがしてくれたから。いいよ、その子供じゃないんだし。ルーちゃんは変わったの。え、私何も変わってないと思うよ。あの頃と同じ優しいルーちゃんだと思う。フィーちゃん。あ、大丈夫、きっと変わってないよ。私たち、ルーちゃんが負けたら私がセリス先輩と戦うから、ルーちゃんのこと絶対追い出させないから。ありがとう、フィーちゃん、頑張るよ。おはようございます。今日はよろしくお願いしますね、ルナ。こちらこそお願いします。行きましょう。はい。あ、この服最近流行りだと聞いたのですが、ルナは好きですか。私あまり知らなくて。そうですか。ああ、だったらあの店はどうですか。ここはまずいよ。海水浴用のドレスだそうです。ルナも試着してみませんか。あの、その
私風邪気味ですから。ごめんなさい、無理させてしまって。いえ、はあ、やはり私ではうまく後輩をエスコートできないのですね。え、これでは3年生失格です。お父様に叱られます、嫌われます。騎士団の団長でもあるのに。私は いえそんなことないです。本当ですか？はい、セリス先輩とこうして歩けてとても楽しいですよ。あなたは優しい子ですね、ルノ。私は幸せです。これすごく美味しいです先輩。私、遠慮しないでください。今はお休みなんですから。いえ、私は騎士団の団長、弱気なところは見せられません。いつもそうやって我慢しているんですか？いいですか、ルノ。強者とは孤独に耐えるもののことなのです。ですから私は平気です。ルノ、すみません、なんか猫に話しかけていた先輩を思い出しちゃって。まだ覚えていたのですか？忘れてください。あれはオートに残った時ずっと一人でしたので、急に寂しさが込み上げてきたとか別にそういうわけではありませんので。どんどん墓穴掘ってるんですけど。へこみます。なぜか私がすごい男嫌いだと思われてますし。え、ちょっと待ってください。今なんて？ルノ、誰にも言わないと約束してもらえますか？はい。私はその本当は男嫌いなどではないのです。え、